今年も菊芋がたくさん届きました。昨年より量が多いです。今年は生で食べるメニューを初めに作りました。簡単に作れる生でシャキシャキ菊芋レシピです。このチャンネルではシニア向け健康に良いレシピを更新しています。
最後までご覧いただきありがとうございました。お役に立つメニューがあると幸いです。よろしければポチッとお願いします。ご視聴ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。